はい、毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日はこれも割と SAC の総合政策と環境情報を割とマッチングした話題かなと思うんですけど、リモートワーク時代の労働法っていうのをどう考えるかっていうところの話をちょっとしようと思います。よろしくお願いします。でうちはね、毎日学習会って基本的にリモートワークなんですけど、リモートワークでも全然サボる人いないんですよね。どうしてかっていうと、働いた分に対してお金を払ってるので、サボる人いないっていうのがあるんですけど、例えばこれ時給制とかあるいは月給制とかにすると、ものすごくサボっちゃう人っているんですよね。だから私が昔この動画を作った時に字幕入れてくれた人がたまたま大企業の人だったんですけど、リモートワークなんて全然暇なんで仕事やりますよって言ってきたわけですよ。でどういう企業から正社員としてお金もらってるわけですよね。だけどその時間を仕事は何もしないでうちの動画を字幕入れてるわけだからさ、で考えるとなかなかそれってやっぱりしんどいじゃないですか。けど割とそういう人っているんだなっていうので、すごく勉強になったことがあります。で、そうじゃない形でやるっていう形になると、塾の先生の仕事とかっていうのは基本的に1時間あたりぐらいでできるんだけれども、例えばこういうその YouTube とかでさ、なんかサムネ入れる仕事とかって言うと多分何件いくらみたいな感じにした方がよくて、でそうすると1件いくらって形にすると、だからめちゃくちゃ仕事が早い人は結構時給もらえるんですよ。逆に乗ったり食ったりやってるともらえないわけですよねっていう形にしたりとかで、それは業務委託って形でやって、なおかつその時間管理とか基本的にしないんで業務委託で全然 OK なんだけども、そういう時のこう労働法のあり方、なんかこう特段スキルがない仕事に関してなんかやると、クラウドワークスとかだともうめちゃくちゃ安い単価でめちゃくちゃ人集まるんですよね。でそれやっぱりそれだけこう何のスキルもない人の労働市場っていうのはやっぱり難しいっていうところがあって、そういうところがやっぱり鍵になってくるのかなと思うんですけど、そういった部分だったりとか、それをやっぱりすごい考えていかなきゃいけないっていうところがあるから、それってやっぱなかなか難しいわけですよね。その辺をどういうふうに見ていくかとかっていうのは、すごい考えていかなきゃいけないところではあるから、その辺をこうしっかり考えたりとか、いろいろこう勉強しなきゃいけないところってすごくある。だからそういうものに関してどういうふうに見ていくかとかっていうのは、これからすごい大事な部分ではあると思うから、そこら辺はやっぱりやっていかなきゃいけないわけですよね。とか、いろんな論点が出てくると思う。やっぱり下請けの業者がいじめられるとか、ただいじめられてるのってやっぱり他の人でもできない仕事をしてるからいじめられてるわけであって、早くその単純作業からいろいろまた見出して、例えばこの動画はこれぐらいアクセスがあったとか、なんかこれぐらいお客さんが来てるとか、そうなって見えるわけですよね。内側で管理したりとか、そういうのが一通りできるようになったら、このウェブディレクターになるし、ウェブディレクターになってもっと結果を出せれば、もっと給料が高いウェブディレクターになるわけですよね。ウェブディレクターって世界中どこ行っても大体仕事があって、フィリピン行ってもハノイ行っても、大体月30万ぐらいもらえるんです、ウェブディレクターになると。で、今度例えばそれを、例えばもっと結果を出してるウェブディレクター、その投資したお金の10倍ぐらい返ってくるようなプロジェクトを何個もやってるとかっていう人であれば、多分年収1000万ぐらいですぐ行くんですよ。っていう形でやっぱりこうキャリアアップしていく。その後はもう自分でも商売作れると思うから、自分で商売やっていって、もっともっと収入を高くしてくるとか、そういうところがやっぱり非常に大事かなと思ってまして、それができるかどうかっていうところが非常に重要なんですよね。やっぱりそういうところをそのしっかりやっていくっていうところを見ていくのがやっぱりすごい大事だと思いますので、改めてそういうところをですね、ちょっと考えてやってみていただければなと思っていて、本当にそこの部分が非常に大事だと思いますので、ちょっと改めてですね、考えてやってみていただければなと思います。よろしくお願いします。